皆さんこんにちは。ナンバープレミアの涌井健作です。今日はですね、スペシャルなゲストをお二人お呼びして、オンラインのライブ対談を配信をしていきたいと思います。まずお二人をご紹介をしたいと思います。旭化成陸上部の相澤晃選手です。よろしくお願いします。もう一人、ホンダ陸上部の伊藤達彦選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、もう陸上駅伝ファンならおなじみのライバルのお二人に、一堂に会していただきまして、じっくりとお話を伺っていきたいと思います。タイトルもですね、僕が勝手に考えたんですけども、ライバル 2.0 ということで、まあ今までの陸上とかスポーツとかのライバル関係じゃなく、お二人の関係性を見てると少し新しさを感じるなというところもあるので、まあ、そういうタイトルをつけさせてもらいました。で、お二人が直接対決をした箱根駅伝の話、東京五輪の話はもちろんなんですけれども、お二人の、素顔とか、今後、選手としてどう、戦っていきたいのかというところまで含めて、じっくりと話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。相澤選手、今日は朝練はしてきたんですか？今日は、はい、いつも通り5時半に起きて、はい、練習してきました。何キロぐらい？ちょっとそれは言えないですね。なんでですか？秘密。ちなみに伊藤選手は？今日は有給を取らせていただいて、この取材に、かけてきました。わざわざ有給休暇を。有給取る日は朝練はしないんですか？そうですね。練習とかも各自になるので、普段は朝練あるんですけど。じゃあ、はい、完全オフでこのライブ対談に。そうですね。はい。ありがとうございます。少し打ち合わせのドッキリにも話を聞いたんですけど、相澤選手は今日は珍しくというか、久しぶりに旭化成に出社をしてきたということです。そうですね。ニューイヤー駅伝が終わってから、まあ、合宿もすぐ、あったので、久しぶりの出社でした。なるほど。何してきたんですか？今日は、日本選手権で3位に入ったことの、表彰をしてもらいに。はい。行きました。会社で。はい。結構そういう社内表彰ってあるんですね。ありますね。多分ニューイヤー駅伝もあるし、結構いろんなところで最近は特に表彰してくださるようになりました。なるほど。伊藤選手もそのホンダ社内から表彰とかってあるんですか？表彰はニューイヤー駅伝優勝したらしていただきますね。まあ、あと日本新記録とか。ああ。やっぱりそういう節目節目で。そうですね。まあ表彰というか、まあその歓迎会というか、をやっていただくことはあります。なるほど、はい。ありがとうございます。そんなもうコンディションもバッチリなお二人なんですけれども、まずはですね、お二人にテンポよく26個の質問に丸か×で答えていただこうと思います。まあ、丸×のちょっとプレートを持っていただいて見せていただいてもいいですか？そうですね。はい。で、なぜ26個かっていうと、お二人が今年26歳の年齢で同級生。伊藤選手は3月誕生日なので、まだ25歳だと思いますけれども、その年齢に、ちなんで26個。そういうことなんです。そうなんです。考えさせていただきましたので、あんまり深く考えすぎず、直感的にお答えをいただければなと思います。はい。では、それでは、藤井さん、質問の方、よろしくお願いいたします。はい。ナンバープレミアの藤井美沙です。では、順番に質問させていただきます。まず、1問目は、ランニングフォームは自分の方が綺麗だと思う。丸か×か。分かれました。分かれますね。はい。イエスの OK です。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次はじゃあ、相手より根性はある。丸か×か。おこれも対照的。でも、正直ここまでは予想通りの答え。答えですね。はい。はい。じゃあ3番目。自分を最も成長させてくれたのは、大学時代である、丸か×か。おー、揃った。しかも二人ともきれいに音が。はい、いい感じですね。タイミングもバッチリでございます。ありがとうございます。第4問目は、駅伝が好き、丸か×か。おー、ありがとうございます。素敵に揃ってますね。はい。5問目はですね、ロードよりもトラックが好き、丸か×か。お、意外とそうなんですね。なんと、これは意外に思っている駅伝ファンは多そうですが、後々しっかり深掘りをしていきましょう。はい。では6番目は、レース中にいわゆるゾーンに入ったことがある、丸か×か。おお、気になりますね。どのレースだか。ここまでお二人とも脳が少ないですね。はい。では7番目。2人の数ある名勝負。最高の勝負はやっぱり箱根駅伝の2区である。おお、ありがとうございます。いいですね。ちなみにこれ、打ち合わせの時にもちょっと話をしたんですけれども、お二人、直接対決いくつあるのかっていった時に、やっぱり14、5回、記録会等も含めてあるようで、まあみんなの記憶に残ってるのは箱根駅伝かなと思ってこの質問だったんですけど、やっぱそこでイエスというのはちょっと面白いなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。では箱根駅伝に関連してもう一問。箱根駅伝、もう一度走るなら、やっぱり2区だ、丸か×か。おお、これは気になりますね。おお、なぜ？後ほど伺いましょう。はい。じゃあ今年のニューイヤー駅伝、並走することになるだろうと思っていた、丸か×か。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。では、10問目ですね。ここまで半分まだ来てないですね。はい。はい。自分はキャプテンを任されるタイプだ。丸か×か。もう一回。もう一回いきましょう。はい。じゃあ自分はキャプテンを任されるタイプだ。丸か×か。あれ、本当ですか？江澤選手、大学時代はキャプテンでしたけど、ちょっとこれも気になりますね。そうですね。はい。では次です。駅伝長距離のチームでリーダーに求められるのは競技力である。丸か×か。なるほどなるほど。それも気になる。はい。はい。じゃあここからはちょっと競技の話じゃない話に入っていきます。お互いの好きな食べ物、嫌いな食べ物を知っている。丸か×か。そういう話はしないですかね。しない、意外としない。しないです。はい。では次、プライベートで会う時があってもひたすら陸上談義をしている。丸か×か。おお、すごい。そうなんだ。ね、これは予想の真逆の答えでしたね。はい。あ、本当ですか。じゃあこれはですね、ちょっとなかなか難しい質問ですね。私服のセンスは自分の方がいい。丸か×か。わかんない。わかんねえと言いながら丸を上げる伊藤選手、いいですね。はい。次はシンプルな質問です。お酒を飲む。丸か×か。お、飲まれますね。じゃあ、これ結構陸上選手多いことは多いんですけど、スイーツ、甘いものが好き。丸か×か。ちょっと悩みましたね。三角出したいなと。あ、なるほど。確かに。倍によって。でも食べるときは食べるみたいな。食べるときは食べますけど。じゃあ次はですね、自分はストイックだ。丸か×か。どうだろう。×か。あ、そうなんですね。なんかストイックですけどね。あえてお酒とスイーツのことを聞いた後に、そういった味わいしかない。確かに。大変すみません。はい。ではですね、次の質問は、今現在推しているタレントや歌手などがいる。丸か×か。お、気になります。これも気になりますね。はい。ここからまた、ちょっと真面目質問に戻ってまいりましたが、19問目。パリオリンピックに出るのは自分だ。丸か×か。お、素晴らしい。はい、次はですね、マラソンを走ってみたい。丸か×か。おお。ですね。競技面の質問に関しては、イエスの方が結構一致しますね。確かに確かに。面白い。じゃあ次はですね、今日本の長距離界で最も影響力がある選手は、大迫傑選手だと思う。丸か×か。なるほど。22問目、これは、なんかこれ面白いですけど、青山学院大学原進監督の指導に興味がある。丸か×か。おー。興味がないって言いづらい感じ。これはそう、ちょっと、悪問だったかもしれないです。はい、次の質問は、将来的には指導者になりたい、丸か×か、気になります。大体今どうだろうな。面白いね。はい、あと3問です。ラスト3問目、選手として相手より優れた点がある、丸か×か。おいいですね。本当に一致する。ね。25問目。相手の欠点を知っている、丸か×か。欠点。選手として。おお、分かれた。珍しい。では最後の質問です。お互いはライバルである、丸か×か。お、ここはね。ありがとうございます。ありがとうございます。これでライバルじゃなかったらライバル 2.0 っていうこの企画が成り立たないことかもしれませんけど、ありがとうございます。テンポよくお答えいただきまして、どうでしたか、相澤選手は。相手の回答で意外だったものとかありました？でもなんか僕のイメージ、なんか指導者になるイメージはなかったので意外だなっていうちょっと思いました。なんかもっとなんだろう、ワイワイしたっていうか、自分がもっと好きなことっていうか、趣味みたいなものをちょっとやりそうだなって。なるほど。どうですかね。まあちょっと質問が難しくて、すいません。三角があれば三角出したんですけどね。悩んでるってとこがあります。なるほど。でも興味はある。興味はあります。はい。僕でもなんか教えれるほどなんか知識とかちょっと。ないんじゃないかなと思って。いやいや、それは。逆に伊藤選手は相澤選手の回答で意外だったもの。意外だったものですか。全部予想通りって感じですか。まあ相澤はこう答えてくるんだろう。はい。なるほど。ありがとうございます。ちょっと後でまとめて一個ずつ大きいテーマの中でくくられるものもあると思うんですけれども、何から聞きますかね。いや、面白いなと思っていて、でもその一つなんかライバルっていうところで、まあ、一番皆さんのイメージというか、お二人のライバル関係をまあ世の中に知らしめたというか、印象深いのはやっぱり箱根駅伝4年生の時の2区だと思うんです。で、先ほども打ち合わせの中でその直接対決の話をしてもらいましたけれども、やっぱり2区が一番名勝負というか、いい勝負をしたなっていう実感がありますか？そうですね。やっぱり2区、多分勝負してる順番が、2区が一番最後だったら多分注目されてないんですよ。先に2区でいろんな人に注目されたから、今例えばニューイヤーで並走したら、なんか、戦ってるんだみたいなのを言っていただけるのは、やっぱ2区、箱根駅伝の2区があったからなんで、やっぱり一番名勝負だったんじゃないかなと思います。はい。伊藤君も言ってたんですけど、本当にその通りだと思ってて、箱根がなかったらランニングデートって言葉もできてないし、してないですね。本当に、なんだろうな。本当に大会が一番、自分たちをこう、知ってもらえるきっかけになったというか、やっぱ卒業してからも箱根駅伝ずっと見てましたっていう言葉の方がやっぱり多いので、そういう意味ではやっぱ箱根駅伝が、自分にとってもそうですし、周りの人にとっても、伊藤君との対決っていう意味では名勝負だったんじゃないかなと思います。なるほど。そう、先ほど相澤さんのその2区の記録を出した時の記事をちょっと読み返してた時に、テレビに映ってない時も10回ぐらい駆け引きがあったっていうのをなんかなるほどと思ってたんですけど、結構2人であの時はもうバチバチな感じだったんですか？そうですね、だいぶバチバチでしたね。伊藤選手はちょっと前にスタートして、相澤選手はそれを追ってくる展開でしたよね。どんな駆け引きがあったんですか？前に出たり、そうです、前に出たりだったり、ここで話そうかなっていうのを自分で考えて知ったりしてました。たまたま映ってる時に切り抜かれて、そういう駆け引きがあるなってなってるんですけど、それ以外にもたくさん駆け引きがありました。前に出る出ないっていうのはすごく分かりやすいと思うんですけど、それはいわゆるペース変動なのか、相手に対して揺さぶりをかけようなのか、どっちが多かったんですか？僕の場合はなんかペースを変えようっていうよりかは、ペースを維持しようというか結構多くて、上り坂でちょっと僕が前に出たんですけど、その時もペースを上げて話そうっていうよりかは、こうペースを維持しようっていう気持ちの方が強かったので、はい、あんまりこう僕的には駆け引きっていうよりかは、2人で一緒に行こうっていう気持ちの方が結構強かったかもしれないです。なるほど。どう選手は駆け引きしてた？僕は、はい、話そうと思ってた。はい、ペースとかそんな見てなかったですね。一緒すぎて。はい。自分の統計とかあんま見てなかったんですか？あんま見てなかったですね。感覚で走ってたんで。まあ、まずその相澤君と走ってれば、区間上位なのはもう間違いないんで。ざっくりしてますね。あとはもう駆け引きで話せばいいかなって思ってました。伊藤選手は普段走るときは時計は見られるタイプですか？見ます、普段は。練習の時は全然見ます。じゃあその時だけはもうとにかくついていこうみたいな。レースはそうですね、あんまり時計とか、駅伝とかはつけますけど、トラックとかはつけないですし、あんまりそのペース気にしないですね。なるほど。はい。でもお二人、そのもちろん箱根の2区の前から、学生ハーフで1位と3位になってユニバーシアードに行ったりで結構お互い意識したと思うんですけど、まさかあんなデッドヒート名勝負になるとは思ってなかったですか？まあそうですね、意外と駅伝で多分同じ区間ってあんまり意外となくて、多分箱根駅伝ぐらいかな、もう1個あるかないかぐらいで意外とないので、なんかその駆け引きになると本当全然思ってなかったし、まあ、予想以上に後ろできたので、ある意味ラッキーでした。ああ、確かに。そうですよね。トップで通過したら、あの勝負もなかった。お二人で一緒になったから何人か抜いてますよね、もちろん。何人抜いたっけな。何人抜いた。多分5人ぐらい抜いたんじゃない。多分僕は7人ぐらいかな。6人抜いたと思います。あ、ちょっとあんまり覚えてない。でもあの時のそのいわゆる光景、見た光景とか聞いた声援とかで記憶に残ってるものありますか？声援で。いや、なんか、いや、相手の表情とか、背中とか、足音とかでもいいですけど。ああ。僕はもうなんか伊藤がこうきつくなる姿をこう下り権田坂登り終わった下りで見てちょっと嬉しくなったっていうか、話せるっていうか慣れるっていう気持ちになったのを覚えてますね。ちょっとブレ始めて、ちょっと僕が下りの時に後ろにちょっといたので、そこからよく見えて、意外と前の方にいると分かんないんですけど、ちょっと後ろにいると見えるので、そこを見た時はさすがに伊藤君もきついんだなって思って、ちょっとほっとしました。それをほっとすると自分の力になるもんですか？なりますね。やっぱきつい姿を見ると、自分きつくないのに絶対勝てるじゃんっていう気持ちにやっぱなるので、その時はちょっと、いや今回は勝てるかなっていうような気持ちになりました。なるほど。そういうふうに見られてた伊藤君、はい。きついもんはきつくなっちゃうんで。そうですよね。まあそうですよね。はい、今までの26問の、イエスのまとめたものをちょっと今こちらに移しております。そうですね、今の話で言うと、ね、ちょっとつながるところで一番最初の質問、ランニングフォームは自分の方が綺麗だと思う。相澤選手イエス、伊藤選手ノーということで、これ伊藤選手なんでですか？いやー、見たらわかります。相澤選手ランニングフォーム綺麗ですよ。綺麗だと思います。僕真似してましたからね、大学4年の時は。そうなんですか。練習の時腰高で走った方がちょっと相澤早いんで、ちょっと真似しようかなみたいな。どうでしたか、真似してみて。真似したから箱根駅伝競れたかもしれないです。初めて聞きましたね。初めて聞いた。でも相澤選手やっぱ自分のフォーム結構いいフォームだと思ってらっしゃる。いいフォームではない、いいフォームかどうかはまあわかんないですけど、まあ伊藤君よりかは、いいフォームだと思いました。そう。さっきの話で言うと、伊藤選手のフォームがちょっとブレてきてっていう話ありましたけど、箱根駅伝で。でも伊藤選手の強さってそっから出てくるじゃないですか。どう思います？いやもう僕にはできないですね。あそこまでもうブレたら多分戻せないっていうか、粘れないっていうか、多分もがい、で、もう粘れないっていうか、僕は綺麗なフォームでゴールしたいですね。なるほど。今年のニューイヤーでも、苦しくなってからの強さが半端ないなと思ったんですけども。そうですね。その自分でわざとやってるわけじゃないんで、わかんないですけど、まあ必死になってたらフォーム崩れちゃうっていう感じですね。フォーム崩れてもでもそこからなんていうのギアを上げられるじゃないですか。はい。それはなんでなんですか。なんでなんですかね。いや不思議だなと思って。はい。なんかそれがこの相手より根性あるのをイエスの質問にかちょっと関係してるのかなとも思うんですけど、根性ですかね。まあ気合で言ってます。気合。なるほど。面白いですね。箱根駅伝2区の話でもう延々と話が広がりそうなんですけれども。はい